吉田さんって政治記者歴でいうと何年ぐらいになるんですか？まあ、支局の頃は仙台市政やってたし、はい、それは88年ぐらいから、はい、で政治部は92年から。92年っていうと総理大臣は宮沢喜一、55年体制のもう最後の最後ですね。 そしたらね、まあ、2002年から読売ウィークリーという雑誌を、まあ、6年半やってて、うん、まあ、そこでもまあ基本書く内容は政治記事、うん、まあ、あの週刊誌、面白いっていうか、皆さんにより興味が持てるような記事を心がけたと、うん、はい、その後政治部戻ってデスクやってて、はい、でその頃は総理大臣誰だったんですか？その時は誰だったっけな、もう戻った時は、はい、麻生さんかどっか、ね、じゃあもう今度はもう自民党の最後の方、そうそうそう、で55年最大の最後の自民党の最後と、はい、で、まあ、でしばらくしたらね、民主党政権ができちゃって、はい、であれやるよという間に、まあ、また戻っちゃって、はい、で、まあ、しばらく、まあ、医療部行って、うん、デスクやって部長やって、で政治記者というよりかね、まあ、万物を見てきたつもりでおるんですがねいかにして関心はやっぱり、まあ、ずっとこの30年近く政治だったと、うん、まあ、なるほど ね、この間あの今度コラムで書こうと思ってますけど、はい、ね、あの宮沢首相の孫の宮沢恵馬さんが、はい、今じゃね、あの鎌倉殿を13人やってて、あの人そうなんですか？宮沢さんの孫ですよ。へえ、まあ、あの顔を見るとね、はい、あの目を見ると、なんか宮沢さんを思い出してね。あ、そうだ、いや僕あのドラマ毎週欠かさず見てますけど全然知らなかったです、そんなこと。そう、まあね、宮沢さんもね、あの孫を可愛がってて、今度まあちょっとコラムで書こうかなと思ってるんですけど、はい、あれはね、宮沢さんが副総理かなんかの時、ものすごい卵っちってやつが、あ、はいはい、流行ってましたね、はいはいはい、記者仲間、僕も持ってましたよ、そうそう、はいはい、記者仲間でね、あの宮沢さんがね、うん、卵っち、うん、欲しいんだって孫にせがまれて、はい、でもほらね、宮沢さん奥ゆかしいから、これ原告かもね、うん、まあ、ほらな、そんなのどっかね、頼めばすぐ持ってもらえるもんだと言わねえんだよと、うん、まあまあそう ね、そこね、奥ゆかしくて宮沢さんらしいんだなと思うんだけど、うん、君らなんか手に入らないかってでもあの頃大変でしたよ、大変だったよ、うん、で先日ね、何気なくね、ネットサーフィンしてたらね、うん、ある番組に出たエマさんがね、子供の頃ね、とても売れ筋のね、うん、おもちゃをおじいちゃんと、それじゃないですか、それじゃないかって、うん、やっぱりとか言って、うん、まあエマさんか、あるいはエマさんのお姉さんかどっちかだと思うけど、まあ、うん、兄弟で欲しがってたと、はいはい、そういう意味も含めてね、へ、あの昔はほら、今じゃなんかね、政治家だからね、そんなもんかき集めて、うん、なんとかしろみたいな、うん、やから あの政治家が多いですけど、うん、僕の担当した宮沢さんはね、うん、奥ゆかしきでもまあ確かに宏池会なんでね、まあ、なんとなく奥ゆかしいイメージはあったりするイメージありますよ ね、うん、じゃあ、まあ、ぼちぼち始めましょうかね、はい、はい、読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースの話題をお届けするポッドキャスト番組です。では改めまして、こんにちは、番組ナビゲーターの山根です。本日のゲストですけれども、政治記者歴40年ということで、吉田清久編集員にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はあの2022年の日本政治を総ざらいということでですね、もう早速お話を伺っていこうと思うんですけども、まあ、早速なんですけども、もういきなりちょっと直球の質問をしてしまいますけども、はいはい、まあ、岸田政権がですね、まあ昨年の10月に発足して、まあ1年過ぎましたと、まあ参院選も勝ってですね、まあ意気揚々と黄金の3年間でしたっけ、まあ、まあやりますということだったんですけども、今だいぶ黄色信号じゃないかなって思うんですけども。だいぶ黄色信号ですよね、はい、特にですね、まあ、あのここ数日の、うん、防衛費の増額問題で、うん、揺れてますよね。まあ、そうですね。今日12月
の15日でちょっとこの配信はですねもう年末になってしまいますけど明日どうなってるか分かんないです。分かんないと、うん、でねまあこれだけ盛り上がるつかね、うん、話はねかつて自民党が派閥全盛の時にはね、うん、まあよくある風景だったんですよ。まあところがね小選挙区制になって、うん、まあ党執行部がすごい力を持つようになってから、うん、あんまり騒がれなくなったんですよ。うんうん、で何か今永田町の今年は権力構造に異変が起きたと思うんですよ。その大きなきっかけは、うん、今年参院選途中7月8日、うん、安倍さんが凶弾に倒れたということで、そこでねやっぱり権力バランスが大きく変わって、うん、でまあ僕なんか記者仲間では安倍後と安倍の後、安倍後とも言ってるんですけどもね、まあ、様変わりで突然揺乱揺れ動き出した流動化してきたと、そういうことなんですよね。今年の前半と後半安倍さんが凶弾に倒れる前と倒れる前、景色が変わりました。そしてその権力の構造の変化の、まあ、マグマの、まあ、一つが今回の防衛費の増額問題、自民党てんやわんや、ね、内閣不信にも不信任案にも似たような話だって、うんうん、自民党内から出てくるわけですよ。でもその、うん、僕なんかまあ素人、まあ、政治記者でも何でもないただの素人ですけども、はいはい、その防衛費 の, その足りない部分にその復興費を当てるなんてそれは批判されるに決まってんだろうなって思うんですけど、なんでそういうふうになっちゃったんですか。それはねやっぱり無理筋な話でね、うん、まあこの話はね本来まあ安倍さんあたりが、うん、まあ、指導してね、まあ、防衛費の 2%、うん、もうその財源はね、うん、まあ、国債で賄おうという着地点を、まあ、安倍さんが言ってたんですけど、うん、まあ、ところがね、まあ、岸田さん、宏池会はね、バックボーンはね、やっぱり、うん、財務省と割と近いですから、うん、まあそうですね、財務省はやっぱりね、財政規律をきちっとやるためにはね、うん、そういうわけにはいかんでしょうと。うん、国債ね、子供たち、孫たちの世代にね、付けを回すだけじゃないかと、うん、こういう話をね、持ち出してきてると。うん、だから私自身の考え方はやっぱりこの北朝鮮とかね、中国、台湾有事、うん、何よりもウクライナで、うん、まあ、環境が変わってきましたから、うん、まあ、それなりの備えは必要だと思うんですけども、うん、岸田さんはどういうわけだか、まあ、早く動き始めて、うん、まあ、財源云々の前にね、うん、2% という話がね、うん、まあ、先走って出てきて、うん、どうするかと、ちょっとね、議論の仕方がね、うん、拙速、そういう感じがしてますね。うん、この流れって国葬の時と似てないですか。その先になんかもう結果みたいなのがあって、もう右往左往しちゃうんですね。そうですよね。まあ、これがね、まあ、岸田流なのかもしれませんけども、まあ、一つはね、まあ、岸田さんがやりたいという信念に基づいて今回もやってるんですけども、うん、周りの支えて、うん、まあ、シナリオを描くとかね、うん、そういう人たちが圧倒的に不足していた、うん、まあ、安倍さんの時はね菅さんとか、うん、まあ、いろいろいたんですけども、まあ、宏池会、まあ、宮沢政権以来30年ぶりの、うん、政権取った宏池会ですけども、うん、そういう支え手がいつの間にかいなくなっちゃったというところでしょうかね。うん、その宏池会ってさっきからおっしゃってますけども、宏池会っていうのは、まあ、その自民党の派閥ですけども、どういう派閥なんですか。まあ、元々はね、うん、まあ、池田隼人さんという、うん、まあ、元大蔵官僚出身で、うん、まあ、佐藤栄作さんと並んで吉田学校の優等生の、うん、この人が立ち上げた派閥、うん、まあ、昭和30年代に作った派閥なんですけども、うん、まあ、そこから、うん、大平さんやね、うん、鈴木善光さん、まあ、宮沢さんと、まあ、官僚中心、まあ、人呼んでおげ集団なんていうところがいますけども、うん、まあ、ね、うん、まあ、自民党のね、まあ、戦後のリベラル、うん、ね、そう、軽武装、ね、うん、で、成長重視の戦後の自民党、戦後の日本の成長を、ね、担ってきた、うん、まあ、保守本流の自負がある、うん、まあ、そういう名門派閥なんですけど、うん、まあ、いつの間にか30年、うん、政権から遠ざかりね、うん、まあ、私なんか
2000年以降はね、もう基本、まあ、麻生さんも言いましたけど、うん、清和会が、かつては、反主流派、うん、これ清和会というのは、まあ、岸福田系の、うん、まあ、要するに今の安倍派、安倍派ですね、はいはい、そこが結構主流派になってきて、うん、やっと30年ぶりにこう近いと。一言もう一つ言うとね、うんうん、今世の中って、まあ、若者を中心にね、保守系無所属、うん、自民党支持でもないけども保守層の塊がこれ出てきて、うん、岸田さんはそれを意識して、うん、選挙の時とかね意識して、まあ政権運営をしようとしている、うん、まあ、自民党もそうなんですよ、うん、それが背景に、あると。保守系無所属の塊、うん、やっぱりほらネットの人たち若者中心に、うん、これ僕なんか意識したのはね、うん、さっきの参院選で、うん、参政党という、ああはいはい、あの、まあ、オレンジ色の、オレンジ色の、はいはい、僕あの、うん、選挙戦あの街頭演説、うん、見に行きましたよ、うん、ネットじゃね、うん、若者を中心に、うん、すんごいあの盛り上がってて、うん、でもまあ議席一つもないですからね、うん、まさかと思って行ったら、うん、なんかオレンジ色かなんかの T シャツだったから思って、うん、すごい熱気なんですよ。一部の若者はいわゆるネットを通じね、うん、推しで選ぶようなね、うん、そういう若者たちが増えてきてるわけですよ、実は保守系の中に。多くはね、うん、まあ政治的無関心の人がいるんですけども、うん、あのまあ、シルバー民主主義という言葉があるんですけどもね、うん、ほっといたら、まあ、あと年寄り、まあ、私もシルバー民主主義の、うん、シルバーの方に近い時間もうそろそろなんですけど、うん、まあ、そっちのお年寄りね、我々のように有利な政治が、まあね、人口多いんですよ ね、 多いですね、そっちの方が、ね、うん、で、まあ、あのこれから子育てね、あのやるにもね、うん、人生設計が立たないというそういう若者たちの不満もこれあるわけですよ。まあ、政党はね、そういった不満とかね、うん、不安をちゃんと救い取って、政治に反映させていくっていうのが、これは一つの基本ですけども、まあ、はい、まあ、その意味でね、まあ、賛成党っていうところは出てきたんですけど、掲げる、まあ、政策の中身、一つ一つはね、やっぱ精査する必要があると思います。岸田さんがその、まあ、いわゆるまあ保守系の、まあ、要するに声に耳を傾けているっていうことですよね、はい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 、で、まあ、実際にまあ政権運営見てると、まあ、宏池会の人かいねっていう感じの、まあ、政権運営ですよね、まあ、政策にしても。だから割とだから保守に保守配慮した政権舵取り運営を示してるんですけども、うんうん、やっぱりこのリベラル宏池会と、ね、割と保守層が強い安倍派と、うん、まあ、きしみが入ったのが、うん、今回 の、 あの防衛費の増額問題、うん、反対論の出元は、うん、安倍派が中心ですよ。でも、うん、その防衛費を増額するっていうその、まあ、主義主張に関してはどっちかというとその安倍派的な政策ですよね、これって。 それなのなんでそんな文句言うんですか。そこら辺がね、だから岸田さんに対してここはと、うんね、2% が安倍さんがあれだけ言ってたんですから、うん、じゃあ物手を挙げて賛成かと思えば、うん、どうやら安倍さんはだからとりあえずは、まあ、防衛費は国債でと、うん、そういう落としどころを言ってたんですよ、うん、ところがだからこの財務省に入れ知恵かどうか知りませんが、まあ、財政規律論の、うん、人が多い、まあ、岸田さんの中心は、うん、それじゃダメだと、責任が持てないと、やはり、まあ、増税でやるしかないという形で少し切り返してきたと、うん、まあ、そこで、まあ、切り結んだのが、うん、この 2,3 日の防衛費の増額問題、うん、ちょっとまだ今現時点で ね、まあ、ねちょっとどうなるか分かんないですね、落としどころは分かんないですけども、うん、なんかこの不思議な空気というか、うん、まあ、かねてこういう切り結ぶのはね、うん、昔ねよく見たんですよ、はいはい、ね、自民党の政調とかね、うん、総務が揉めて、うん、ね、私たちあの党本部とかね、うん、院内のこう壁に、ね、耳当てて壁耳っていうやつ通称ね、ね、あの、うん、ドアとドアのちょっとの隙間とかね、うん、通気口にこうやって耳当てて聞くんですよ、うん、で中でねわざと大きな声で、うん、ね、聞こえますかね、マスコミの皆さん、新聞社の皆さんって、うん、鈴木宗男ですとか言って
そういうね、まあまあ、私も鈴木宗男さん、あの取材経験長いですけど、うん、鈴木さんなんかはね、うん、大きな声を張り上げて、うん、反対論をぶってましたけど、まあ、昔の風景、やっぱちょっと脱線しちゃってますね。党総務とかはあれ、確か全会一致がね、そのそうルールだから、ね、うん、まあ。とにかく反対論が出ましたと、うん、まあ、ガス抜きの、うん、ところでもありましたけども、その活気がね、活気というのかね、まあ活気じゃないですか、それは。今はなんかそういうのもだいぶなくなってしまったって聞きますよ。うん、そう、はい、まあ私としてはね、うん、古い記者としてはね、うん、あ、昔の風景が自民党も元気出てきたななんて思うんですけど、まあ政権運営する側にとっちゃね、まあね、まあ、シャンシャンで済んだ方がまあそれはね、そう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 、でもまあそういう意味では、まあ今回その高市さん、高市大臣のその発言でその罷免されるのであればもう仕方がないみたいな、閣内からこういうこと言うっていうのは本来はね、なんないですよね。昔だったらね、もう罷免ですよ、うん、ね、うん、ところがやっぱりね、あの3人の閣僚、うん、花志さんね、うん、寺田さん、はい、山際さんと続いてて、ね、うん、今回高市さんは重要閣僚、あの重要実力者ですから、うん、この人今閣議の前で、うん、ね、岸田さんの隣に座ってますよ、ね、ナンバー2かナンバー3ですよ。その高市さんが辞めるとなればね、激震が走りますからね、うん、結構だから岸田さんの足元を見てね、うん、まあそういうことです、ね、そういうことですよ、うん、ポスト、まあ後で言いますね、はい、ポスト岸田の動きとかもね、うん、あるんですけど、じゃあ高市さんで党内がまとまるかというと、うん、そういうわけじゃないと思いますよね。じゃあもうせっかくなんで、老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞、人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。で、そのまあそのまあポスト岸田みたいな話もまあちらちら聞こえてはきますよね。そう、本当ね、こういう状況になってくると、はい、まあ、今のところね、うん、本命河野太郎、うん、ね、麻生派、はい、高市早苗、支持率を取り戻してきた、うん、石破茂と。石破さんですか。石破さんの、山田さん、見てちょっと首ひねってますけども、はい、であっと驚く、はいはいはい、穴馬、はい、これが菅前総理の、うん、まあ、再びの復活劇と。結構ね、僕がその耳に、うん、まあ、ニュースとか見てると、うん、まあ、菅さん再登板あるんじゃないのかなみたいな話はまあ結構聞きはしますけどね、うん、まあでもね、うん、まあ、ああいう形で、ね、やめられていた、ついこの間ですよね、うん、まあ穴馬的には言われてますけどもね、うん、まあ、今あの石破さんにしろね、高市さんにしろ、うん、河野さんにしろ、うん、まあ、一部突出してね、うん、あの国民世論の中に、うん、そういうことは求めている人はいますが、うんうん、で、あ、名前一つ忘れてましたよ、まあ、有力候補は、はい、他にいるんですか、はい、茂木敏充、あ、茂木さんね、幹事長ですよ、まあ、茂木さんだってね、もう名門平成権の、平成権のトップですから ね、この派閥ですよ、ね、幹事長やりね、その前外務大臣やり、うん、まあ、重要閣僚やって、ね、頭脳明晰、うん、ただちょっとね、あんまりいい噂聞かないですよね、まあ、若干ね、まあ、あの気が短い、気が短いとかね、上から目線と、うん、だ、私ね、茂木さんとはね、うん、もう彼がね、初当選日本新党、うん、93年の頃から、うん、まあ、よく取材してました、うん、あの人日本新党なんですか最初。そうです、そうです、当時からね結構理論派で、はい、実力者に、うん、下について事務作業は進めれば、うん、ものすごく優秀だと、うん、私野中宏さんの番をやってましたけども、うん、野中さんなんかはよく利用してましたよね、うん、時の実力者の、はい、に食い込んで、はい、その事務的能力の高さから、うん、あ、実績を積んで、うん、まあ、今の地位にあると、うん、言われてます。でもその結局その総理になるのっていうのは要するにまあ派閥の綱引きじゃないですか。あの派閥の話してますけども、うん、今派閥で一番大きな派閥が
まあ、安倍派ですよね。そうそう。で、まあ、その次に、茂木さんのところでしたかね。茂木さんのところがあって、麻生さんの麻生派があって、で第4派閥が、岸田さんの宏池会と二階派が同じなんですかね。確かですね、二階派が。ただね、僕はあの最近その無所属の議員さんが増えてるわけじゃないですか、まあ、派閥に入ってない、はいはい、でその数でいうと、まあ、安倍派の次ぐらいに今もう無所属の議員が多いんですかね。そうなってくるとその、まあ、無所属ということで、まあ、菅さんって、まあ、二階さんとも結構、ね、菅さん仲いいじゃないですか。そうそうそう。で、まあ、あと公明党とのパイプも、はい、菅さん、うん、二階さん、これあってよ、ね、この間のそのちょっと話し止め、和歌山のね県知事選の時もやっぱりまだまだ二階さん元気だなっていうところありましたよ。二階さんもうねいい年なんですけどもね。いい年も過ぎてるぐらいのいい年じゃないですか。そうそうそう。いや80歳半ばで、うん、まああれだけこうね会合をこなし、うん、まあもう昔ならねとっくの昔にもう引退する年なんですけども、うん、まだまだ、うんね、あそこは今ほら和歌山県は、ね、あの10増10減で選挙区の区割りが変わってね、うん、でかつその参議院から世耕さん、うんうんね参議院の幹事長が、うんまあ、総理目指して衆議院の方にくら替えすると言われてて、うんうん、この二階 VS、うん、世耕の微妙な、うん和歌山戦争が、まあ、すでに始まってるんですけども。で、この間のその和歌山ね、知事選で結局その世耕さんを、まあ、売っちゃってっていうんですかね。だから二階さん力を見せつけたと。そうですよね。ごめんなさい、また脱線しましたよ。じゃあ、まあ、その政治記者会見40年の、まあ、吉田さんが予想するに、まあ、次の総理っていうと、まあ、菅さんなのか、河野さんなのか。そう。まあ、派閥の足し算引き算。うん、まあ、今のところ、岸田さんの後ろにはね、麻生さんという。今回の配信はここまでです。続きは次回配信します。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。ナビゲーターは読売新聞の山根でした。